録よろしくね。はい、どうも、小橋です。さあ、まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、このようにね、ホーミングしても外れるっていうね、ことがね、起こりうるっていうことがね、ちらほら確認できていますね。共通しているのが、サンドウェッジで打つ、SW って書いてあるやつですね。で、バックスピン量が多すぎると、なんか入んないみたいですね。っていうのもあるので、以前ね、ライジング系、無風の時にライジング系使うとね、旗にね、なんか、引っかかって外れるとかあったんですけどね。まあ、似たような現象があるっていうところもあるのでね、お気をつけくださいっていうところですね。はい。今週ね、すみません。ショートでね、この前のガチャをね、上げていくっていうふうに言ったんですけどね、最終日のね、動画撮り忘れました。なんもなかったですってところですね。で、通常配信もね、今週ね、ちょっと3回目になってるんですけどね。まあ、ちょっとお詫びも兼ねてっていうところあったんで、あれなんですけど、ね、ちょっとね、小橋の中でね、今年決めているところがありましてね、基本的にごめんなさい。週2回の配信にしようっていうふうにね、思ってます。まあ、というのもなぜかって言いますとね、ミンゴルは、ゲームです。ゲームをね、楽しんでほしい。私も楽しみたい。で、皆さんも楽しんでほしい。ところでね。で、またまたね、こうね、配信するっていうことになると、やっぱね、いつもね、ご覧いただいている方、皆様に、ご視聴いただきたい。なった時に、あまり配信量が多すぎると、全部見ないかなって。なんか、配信ペースが多い YouTube って、全部見なくないです。見ますかね？もちろんすごく興味あるものは確かに見てるかもしれないんですけど、そこまでっていうところもあるの場合はね、やっぱ興味そういうものだけっていうところもあったりすると思うので、この小橋動画ごときに皆様の大事な自由時間を、週3回も4回も、費やしてほしくないっていうね、無駄になっちゃうと思うんですね。週1、2回で、しっかりね、見ていただければっていうところで配信するとともに、これね、何年か前からね、Google さんの設定で、小橋動画にもね、広告が流れるようになっているんですけど、基本的に、収益小橋は上げていません。基本的には全く持って上げていません。はい。というのも、YouTube の収益化条件に、チャンネル登録者数、1000人っていう条件がありましてね、唯一小橋がクリアしてない、他にもいろいろ条件あるんですけど、小橋クリアしてないそこなんですね。まず収益上げられません。完全に私も趣味でやっております。でも、とはいえね、もうね、これ始めた時に30ぐらいだった。で、もうね、半ばからね、これからね、40に差し掛かっていくっていう中でね、このままでいいかっていうとなった時にね、令和8年のね、正月にはね、1000人を迎えたいなっていうところはあったりするので、収益化するしないは別として収益化するなとね、言って、あれですかね、いろいろ無駄策があるかもしれないんでね。とはいえね、そのね、2年後に1000人を目指していった時に、今年中に800人目指したいなっていうところはちょっと密かに思ってる。なので皆さん、チャンネル登録をお願いしたりしなかったり、お願いします。今月だけでね、なんかね、25人増えててね、めっちゃね、嬉しいんですね。このままの勢いでいけばね、今年中に800人はね、クリアできるんでね。こんな話、ほんと下すくて申し訳ないんですけど。しかももうね、撮影開始して5分経ってんすよね。こんな話して本当に申し訳ないです。今からガチャやりますよ。サムネで多分ガチャのサムネにすると思うからね。いつから始めんだよ、ボケっていうね。コメントがね。コメントはなくても内心皆さん思ってると思いますけどね。はい、ごめんなさい。今からします。第88回ミンゴルフェスが始まりました。近々ね、ラリーも始まると思いますけどね。はい。2月1日までですね。はい。ウェアはもうね、無償のウェアはね、セットまではっていうところはね、ないと思いますがね。はい。
まあまあ、フォレストですよね。森です。森さんです。はい。飛距離すごいっすね。低反発無風、426ヤード。160% アップ、超ランニングショット。で、あとさらに長距離のね、超ランニングが、長距離の、超ステーブルもありながら、これはフォレストショットですね。長距離の、ショットの精度が上がる、しかも、ジャストチャレンジ付き？ジャストチャレンジじゃないや。SPBP アップ最大3300。わおですね。まゆさんが、チケットで当たったというね、報告をいただいておりますんでね。欲しいな。森が欲しいっすね。まあまあまあ、景気づけに。ウェアをね。チケットで当てたいなっていうところなんですけどね。2倍でしたっけ？あれ？確認してなかった。ははは、全部シルバー。2倍ですね。うん。まあ、早々だからプラチナがね、出てこないっていうところはあるんですけどね。いや、もうないかな。おお、もう一個プラチナ来た。お願い！はい。ああ、まだあった。あとね、ザッキさんか。ザッキさんから、トップスが当たったっていうね、報告があったんでね。まあ、おめでとうございます。はてさて、他のやつ取りますかっていう感じですけどね。どうでしょうかね。ブラックニットキャップ。ブラックニットキャップって今回のじゃないよね。違いますよね。ブラックニットキャップちょっと見てみましょうかね。なんでしょう。ああ、超高インパクト、霊峰さん。スリング系のですね。はい。さ、まあ、残り2枚ちょっと残しとこうかな。んで、じゃあ、いよいよギアに行きますね。プラチナ出現率2倍なんでね。まあ、カンストしている人たちはね、コイン変換がちょっとしやすいかなっていうところですね。まあまあまあ、カンストしてない方もね、カンストに向けてのね、シルバーゴールドがね、出やすいんでね。うん、まあ、どこまで回すかっていうところですよね。まあ、コインとね、相談してっていうところになると思いますが。はい。まあまあ、ここら辺のね、一流系のね、確率はね、変わんないですね。まあ、ちなみに、小槌は、ないかな？ないね。ないですね。あ、これのこと言ってたのか。Pさんがね、確率一緒って言ったんですけど。まあ、プラチナのね、まあ、まあ、スリングなんたらではないクラブも一緒なんですね。これ2倍の時っていつも一緒でしたっけ？それとも量が増えたから？どうなんでしょうね。はい、行きましょう。まあ、この17枚で。地形神は。いや、こういうこと言うと、うわ、早速来てよ、これ。チケ紙とかね、言わないときの方が当たるからね。言っちゃいけないんだよね。うん。はい、コイン変換。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 はい、3万コインゲットでございます。
プラチナ当たるのか疑惑。うわ、ちょっと怪しいぞ、これは。コイン変換。新ギア。コイン変換。コイン変換。コイン変換。ただいまこの動画で5万4000コインを獲得しております。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。まあ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 、皆さん、完走してない皆さん、これもある意味、これもある意味ミンゴルの醍醐味ですので、よかったらね、こうなるまでいっぱいプレイしてみてください。はい、全部コイン変換。この動画で現在8万4000コインゲットしております。あと2枚。うわー、コイン変換。9万コイン目がゲットしました。来たー。17枚中16枚コイン変換しまして、残りの1枚も新ギアに当たっておりますのでね、プラチナ率 0% でございます。これはさすがに良くない。10連回しましょう。ね。今見ました？ちょっとね、プラチナ来るまでは回そうよ。新ギア。あ、もういいや。めんどくさい。はい。全部コイン変換。新ギア行く。27分の0プラチナ率。ちなみに、16%。20回回したら3回プラチナ出ていくね。お、え、嘘でしょ、本当に言ってる。あー、プラチナ来たー。コイン変換、コイン変換、コイン変換。このプラチナがバスンとモーションバリハード。あ、猫じゃらしが来たときはね、いいものが当たらないでね、もうね、決まってますからね。ちなみにどうなんでしょう、もう一個ぐらいプラチナがあるのかないのか。なさそうだな。うん、これで、おお、来た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 ぞ、ファイヤー、ほらー、はいー、はい。っていう動画でした。はい、前回も言った通り、来週のね、火曜日、23日かな、に生配信夜し、できればしたいと思いますのでね、よかったら皆さんね、ご視聴ください。以上、小橋でした。バーイ。